海の恵み塩。岡山に日本の塩田王と呼ばれた人物がいたことを知っていますか？わあ、立派な門。歴史を感じますね。倉敷市児島の旧野崎家住宅。実はここ瀬戸内海と深いつながりがある場所なんです。ここは塩田王と呼ばれた野崎武左衛門が生活の場として使っていた場所になります。塩田王ってことは塩作りをしていた野崎さん。そうですね。野崎武左衛門は瀬戸内海の海水を利用し、この地域一帯の大規模な塩田開発に取り組んだ人物です。その邸宅は今なお大切に守られています。建てられたままの建物が残っているということで、現在は国から重要文化財の指定を受けている貴重な歴史的建造物なんです。蔵の一部は塩田に関する資料館になっていて、当時の資料や道具を展示しています。作業風景の写真なんですけど、はい、100年ぐらい前とかですね、こんな感じで作業をやってました。晴れの日が多い、波が穏やかである、干満の差が大きい、瀬戸内海沿岸には美味しい塩ができる条件が揃っていたのです。なんか今これ側面に白いものが、これはもう塩が結晶化されてきたものですね。また昔ながらの塩作りを体験し、その苦労を実感しました。普段何気なく使っていただいている塩なんですが、多くの人が働いてきたという歴史があって、一生懸命塩作りをしたということもですね、学んでいただけたんじゃないかなと思います。現在も続く瀬戸内海沿岸での塩作り、その歴史を知ることで町と海のつながりをより深く感じられますよ。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。